岡本かの子、1889年3月1日から1939年2月18日は、大正、昭和期の小説家、歌人、仏教研究家。東京府東京市赤坂区青山南町生まれ、後見女学校を卒業。漫画家、岡本一平と結婚し、芸術家、岡本太郎を生んだ。若年期は、歌人として活動しており、その後は、 仏教研究家として知られた。小説家として実質的にデビューしたのは晩年であったが、生前の精力的な執筆活動から死後多くの遺作が発表された。短美容園の作風を特徴とする。私生活では夫一平と奇妙な夫婦生活を送ったことで知られる。代々幕府や諸藩の御用達を行としていた豪商の大貫家の別邸で誕生。大貫家は、 神奈川県吉珠軍高津村西に今日構える大地主であった。占病室のため、父母と別居し西の本宅で養育母に育てられるが、この病気は晩年まで続いた。養育母から、源氏物語などの手ほどきを受け、同村にあった村塾で漢文を習い、尋常小学校では短歌を読んだ。16歳の頃、女子分断や、 読売新聞文芸欄などに投稿し始める。この頃、谷崎純一郎と信仰のあった兄、大貫商船の文学活動が始まり、谷崎ら文人が大貫家に出入りするようになり、影響を受けるが、谷崎は修正家の子を評価しなかった。17歳の頃、よさの秋子を訪ね、新使者の同人となり、明星や、すばるから大貫家の子の名前で、 新大使や和歌を発表するようになる。19歳の夏、父と共に、新州靴家系秘書、追い分けの旅館油屋に滞在した。同宿の東京美術学校生を通じて、岡本一平と知り合う。21歳の時、和田英作の売尺によって結婚、京橋の岡本家に同居するが、家人に受け入れられず二人だけの居を構える。翌年、長男、太郎を出産。 赤坂区青山のアトリエ付きに階屋に転居する。その後、一平の宝刀や芸術家同士の強い個性の衝突による夫婦間の問題、さらに兄小泉の死去などで衝撃を受ける。一平は絶望するかの子に歌集、軽き妬みを観光させた。しかし翌年母が死去、さらに一平の宝刀も再燃死家系も苦しくなった。 その中で長女を出産するが、神経衰弱に陥り、精神科に入院することになる。翌年退院すると、一平は火を食い過程を帰り見るようになるが、長女が死去。かの子は一平を愛することができず、かの子の崇拝者であった、学生、堀切茂雄と一平の了解のもと同居するようになり、次男を出産するが、間もなく死去してしまう。彼女と一平は宗教に救いを求め、 プロテスタントの牧師を尋ねるが、罪や裁きを言うキリスト教には救われなかった。その後新蘭の単二章によって生きる方向を暗示され、仏教に関するエッセイを発表するようになり、仏教研究家としても知られるようになった。1929年、我が最終歌集を刊行して、小説を志すが、12月から一家を挙げて、ヨーロッパへ外遊 太郎は絵の勉強のためパリに残り、かの子らはロンドン、ベルリンなどに半年ずつ滞在し、1932年、太郎を残したままアメリカ経由で帰国。帰国後は小説に取り組むつもりだったが、世間はかの子に仏教を語ることを求め、仏教に関するラジオ放送、講演、執筆を依頼され、観音業を語る仏教特本などを刊行した。かの子が、 小説に先進したのは晩年の数年間だった。1936年6月、芥川龍之介をモデルにした鶴は闇木を川端康成の紹介で分断に発表し、作家的出発を果たす。川端の地具を得るきっかけは、青山に住んでいた頃、同居した杉松康夫の中学時代の同窓、三名ウの紹介であった。 1923年8月に銀座のモナミで夫、一平と共に初めて川端と会合して以降、三人は信仰を持つようになり、かの子は1933年頃から川端から小説の指導を受けていた。パリに残した太郎への愛をナルシシズムに支えられた母とこの姿で描いた母子女情、自由と虚無感を描き、当時の批評家に絶賛された老義章。 女性が主体となって生きる姿を、諸行無常のルテンを描いて確立させた、少女ルテンなどは代表作となったが、1939年、ゆつぼの宿にある青年と滞在中に、脳一血で倒れた。その頃には、恋人ができた、常松康夫は去っていたが、岡本一平と同居していた新田亀さんがかの子を、献身的に看病するのである。2月に入って病生が、急変。 2月18日に東京帝国大学附属病院小石川分院で死去49歳没。改名は雪片いよし大師。今弱集家1 0 0 8 4番。ありがとうございます。